そうだか。あんだけ敵いて、あんだけその囲まれてこう押し寄せてる状態でずっと戦いながら被弾してないのってのはさ、なんでキャラコン、それともなんか敵の位置とかがめっちゃよく見えてんのかな。それは企業秘密なんか。企業秘密、ね、企業絡んでるよこれ。企業秘密、まあでもラスの強さの秘訣の一つなんだろうな、秘密にするってことは。まあ俺の秘密とか力とか分析、まあ、分析、あの分析分析しても、うん、あのバレないものが結構おるんですよ。あ、自分だけ知ってる。言ってたね、なんかみんな気づいてないなんかすげえ技術みたいなのがたくさんあるって。大切なのは日本のカルチャー詳しいよな、ラスさん。すげえ、ハム太郎の歌まで知ってる。ハム太郎、俺の世代なんだけど。確かに見てた。私もハム太郎世代です。でしょ。同い年だった、もしかして。嬉しい。ハム太郎世代。ハム太郎って今やってんのかな。もうやってない。ハム太郎結構やってない。やってないのかな。やってんのかな。なんかあのハム太郎って年代によって顔つき全然違うらしい。あ、ピカチュウみたいに。あ、そう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 。ピカチュウ昔の。あ、スモさんこれあげる。ひまわりの種。ハム太郎気になるな、今のハム太郎。ハム太郎今、ハム太郎さ、今と昔って出てくる。ハム太郎で一番人気。本当だ、全然違う。え、ピカチュウじゃんこれ。顔変わってる。顔変わってる。体の横幅3分の1ぐらいになってるけど今のハム太郎。知らなかった。なんかピカチュウもハム太郎もさ、昔さ結構こう太ってて今痩せてるけどさ、太ってる方可愛くない？もう俺も丸々の方が好きだね。俺もやっぱ彼らも年取っちゃうんですね。あ、年取って痩せちゃったの。痩せ細ってるのか。いや、ダメだろその痩せ細り方。確かに。あんまり体に良くないタイプの痩せ方だなそれは。彼らは今まで休んだことがなかったんですよ。ああ、そっかそっか、走り続けてきたから。うん、なるほどね。痩せたんですよきっと。嫌だな、むしろ丸々太ってってほしいな。稼いでるでしょハム太郎もピカチュウも絶対。あんな仕事ずっとし続けて、もう永遠にやってるからな。うん、どこだ。白はマラスト。ん、死んでんのか。どこだ。え、終わり。あ、なんか終わってる。終わってんのマジやばい。おかしいな。ハム太郎にイヒヒって笑うキャラいそう。いないかな。ハム太郎俺実はあんまり見たことないんだよな。走るよハム太郎。ハム太郎確かにデチュアとかいうやついるんだよ。ボンジュールデチュア。あー、いるかも、いたかも。デチュア、ひまわりの種。とっとこ走るよハム太郎。ラスさんも走り続けてるからな。ハム太郎さん、ハム太郎かもしれん。ハム太郎さん、なんかハム太郎さんっていうキャラいるよね。コウシ君だっけ。コウシ君、コウシ君。大好きなのはひまわりの種。うるせえなこの車。壊れたか。ちょっと自動的になっちゃってる。歌ってる。これハム太郎歌ってるでしょ、よく見たら。歌い手3人チームだからな。うおぉ、スモさんも歌うしね。まあたまに。うん、俺もハム太郎歌うから歌い手なのかな。歌い手歌い手。ラスさん歌ったら俺ミックスするよ。
動画上げて。マジ？ハム太郎ミックス、うん、いやマジ歌う人には贅沢なあれだけど、俺は歌わないから。あーちょっと待って。めちゃくちゃ贅沢な。俺がミックスしたらもう完璧な音源になるよ、ラスさん。すげえ。いやマジマジ。あ、いるいる。いやラスさんのミックスしてえな。歌いたくなったら声かけて、ラスさん。うお、歌いたくなったら。じゃあハム太郎を歌いましょう。ハム太郎EDM バージョンのハム太郎とかありそうだけどな。いや普通にありそうね。いやダメダメ。ダメなんすか、なんで。ダメなの。もうなんかめっちゃケロらせて、めっちゃケロらせて、もうめっちゃハモリとか作ってかっこいい感じにするよ。うお、ソーラルさんもすげえよな。歌もできるし馬もできるし。そうだよ、馬もできる、馬もできる。でもオリコンで上位取るよりもエーペックスで上位取る方が難しい。馬娘とオリコンはトップ取れるけど、エーペックスは無理。やっぱりエーペックスが一番難しい。マジか、ちょ自信持ってきた俺、うん、俺も言うて、言うてそんな上だけだけど。マジか、プレデターの人はマジですごい。とっとこ走るよハム太郎。勢いねえな。ズミコ、なんかいる。ハム太郎って、うん、ずっとオープニング同じなのかな。多分そうなんじゃない。あの曲以外聞いたことない。ハム太郎の。ドラえもんは変わってるやん。ドラえもん変わってる。まあ、ドラえもんは結構変わってるね。ハム太郎の歌ってサビしかないんだよな。みんなが知ってるあのフレーズしかないよね。おお、と。おじゃん。すげえ動きしてんな。テイク2。おお、すげえ。おーおーおーおお。ちょっと遊んだでしょ。いやーかっこよかったよ、かっこいい。いや強すぎでしょ。あー強かったなー。いや絶対遊んだよ今。どうする、終わりますか。